はい、こんにちは。歌舞伎ソムリエの奥田健太郎です。名古屋の実家から今日もお届けしておりますけども。さあ、その名古屋で、この10月はね、バンド玉三郎さんのまた歌舞伎公演がございます。今回はね、あ,あの、劇場は味噌の座ですね。名古屋といえば、歌舞伎といえば、名古屋の歌舞伎といえば味噌の座ですけどもね。さあ、今回の演目は、八重垣姫。 えね、歌舞伎にはいろんなお姫様が登場しますけども、まあ、一番グレードの高いというかやっぱりあの女方さんとしてやはりねお姫様として最高峰のお役じゃないでしょうかね八重垣姫のお芝居です「本庁二十四公十種校という場面とその後に続く「お国の狐つという場面ですね。 えー、八重垣姫というのは上杉謙信の娘です。まあ、歌舞伎の登場人物名としては長尾謙信の娘の八重垣姫。これがね、えー、ちょうどあの戦国時代で戦っている敵方の武田信玄のお家のうの息子である武田勝頼と、 リー付け同士という設定のお芝居ですよね。まあ、ここら辺は、あの、実際の歴史とはかなり異なるわけですけども、まあ、昔のね、お芝居作る人、これは近松藩次という人の作品ですか。まあ、いろいろね、本当にあの、本当のこと、お作り事のこと、を織り混ぜてね、面白いお芝居を作るなと思います。 で、勝頼が、まあ、言い名付けなのにいい、死んでしまったという知らせがもたらされた、もたらされているので、えー、お姫様はね、もうずっとこの掛け軸の絵に描かれた勝頼様のその絵姿にずっと来る日も来る日も朝も昼も晩もね、こうお香を抱きしめて、こう何万ダブ何万ダブと、こう、勝頼の冥福をずっと祈り続けてるわけですよね。うん、つまり、 お姫様にとっては、この、勝頼の冥福を祈るということが、言ってみれば、勝頼に対する、言い,い名付けに対する愛情表現なんですよ。もう、会うことなく死んでしまった相手ですから。まあ、昔のね、お姫様だとか、その、やんごとない人たちの結婚っていうのは、あれでしょうなんか、結婚するその日に初めてお互い同士顔を合わせるなんてこともあったみたいですよね。だから、このお姫様も、まだ見たことがないわけだ。 現実の勝頼をね。うん。そうしたら、まあ、このお芝居をご存知の方は、まあ、つまりね、あの、いらっしゃると思いますけども、本当はこの勝頼が生きてるわけですよ。ね。で、こともあろうに、この、うん、謙信の館にスパイとして入り込んでると。ね。 え普段は泥だらけにこう土にまみれて花作りということは、その剣心のこの屋敷の館のお庭を手入れする庭師さんみたいな人でしょうね。うん。で、そういう下男として、なんかこう土いじりなんかしてるんじゃないですか。うん。で、たまたまその勝頼が今日は、勝頼がというかその身の作という名前でこう入り込んでるんだけどもね、スパイ活動で。まあそれを見抜いてるのかどうなのか。 剣信が今日は、ちょっと、これ、手紙を届けてこいっていうお使いを命じたもんですから、で、こう、そういうお使い先に対して、ね、泥だらけの格好で行くわけにはいかないから、綺麗な格好をしましょうと。メッセンジャーとしてふさわしいね。それで、こう、ちゃんと上下の衣服を整えて、大将の刀も2本刺して、今日はその、お使いに出かける準備をしてると。うん。 そういう格好で佇んでるわけですよね。うん。その姿を八重垣姫がたまたまこう目撃しちゃうもんだから、絵に描かれている、これは面白い偶然よね。こう、勝頼だということが見抜かれないように、土いじりの下男の格好をしてるのに、たまたま今日はお使いを命じられたから、そういうきちっとした格好をしてるわけでしょ。そう、だもんだから、結果的に、 掛け軸に書かれた本当の勝よりとピタッと外見が一致しちゃったわけですよね。それでお姫様はびっくりしちゃうと。ええー、と。私は今までこの絵に描かれたフィアンセ、いいな付けに対する何万ダブ何万ダブというのが私にとっての恋愛の全てだったと。うん。そしたら、ふっと障子を開けた向こうに本物の若い男、つまり自分と同じ年格好の 生身の若者が、その絵と同じ格好をしてる。まあ、それは同じ格好ですよね。だってこれ、あの、花作り、スパイでこう、変装してるけど、本当は勝頼本人だからね。うん。だけど、それとは別に、まあ、お姫様はその、本人かどうかはまだ確信は持てないんだけども、少なくとも、絵に描かれてるこの勝頼さんとは、本当に同じ格好なんですよ。うん。で、そういうことから、 つまり、完全にこれ、ルックスから、外見から、恋に入ってるね。うん。まあ、あのー、振り返ってみると、我々のその、誰だってそうだけども、思春期、青春時代っていう、こういうね、絶対通過儀礼があるわけですよ。うん。で、最初はね、例えば僕らだってね、アイドル歌手のポスターだとかね、自分のその、あのー、どうだろうな、小学校から、あの、中学校にかけての時代。 で、だんだんちょっとエッチなことにも目覚めていきますよ。うん。そうすると、はっきり言ってね、ちょっと際どいこと言うけども、そういうグラビアだとかを見て、ちょっとその、セックスの発情が来るわけですよ。うん。で、そういうことで、例えば、まあね、際どいこともします。うん。ね。だけど、それは通過綺麗だ。うん。で、それをずっと減る中で、だん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 、本当の、生身の、 人間と人間同士がこういろいろね恋愛するアタックする時には振られるあるいは逆に好きになられるけど自分も相手のこと振っちゃうこともあるといろんなことをしながら吸ったもんだがありながらだん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 そういうビジュアルに対する架空の恋愛からだん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 本当の生身の恋愛へとさこうやっぱりステップアップしていくわけですよね これはつまりね、八重垣姫のお芝居っていうのは、恋愛のステップアップの、そういう話なんですよ。うーん。だからね、あのー、まあ、今回玉三郎さんの演じ方を拝見してたらね、このね、ずっと今まで何万ダブ何万ダブっていうのが私の恋愛。でも今日からは、今日、今この時からは、この隣にいる本当の生の男が私の恋の対象っていう時に、こう、 パッとこう、ネクストステップ、ネクストステージ上がっていくときにね、その象徴として、今まで何万ダブ何万ダブのときに、絶えず持ってたお珠をね、パサッとこう、床に捨てるということをね、普通八重垣姫ってのはよくなさるんです。うん。大抵の役者さんはね、ただ今回ね、どういうことだか、あの、玉三郎さんはこの珠を捨てるというくだりをなさってませんけども、まあ、この珠のくだりがあるなしにかかわらずね、 八重垣姫のこのお芝居の本質っていうのは、そのビジュアルに対する恋愛、頭の中での架空の恋愛っていうものから、生身の本当のリアルな恋愛へと移っていくっていうね。そういう青春の時代の、青春時代の恋の通過儀礼。これが八重垣姫の芝居の本質ね、えー。ですからこれからご覧になる方もね、そういうことを感じながら、ということは、 これ皆さんにも必ずあることだと思うんですよね。うん。またこういうことを、こういう通過儀礼ということを、こうね、一つ一つ、時には傷ついたりしながらも着実に着実にこなしていくことで、本当の恋愛っていうものにね、だん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 こう馴染んでいく。そうやって我々は大人になっていくわけよね。うん。そういう八重垣姫の、もう僕らが、 味わったあの青春時代の甘酸っぱさだとか、ときめきだとか、時には傷つつとか、そういうことと、八重垣姫のお芝居ってのはおんじゃ同じなんですよね。はい。今日、そんなことでね、玉三郎さんの10月の味噌の座、八重垣姫のお芝居、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。そして、この八重垣姫のお芝居ね、えー、今回、たまたまチャンスがない方でもね、この後も、これ、あの、コンスタントに上演される、 有名なお芝居ですからね。本庁二十四個の八重垣姫のお芝居というのは恋の通過儀礼の話だ。ね。そう受け止めて、これからも楽しんでみてください。ありがとうございました。